広島カープ塾始めます、今日はで4の方と一緒に、まあ、栗投手を開幕投手に新井監督が決めました。そうですね。はい、で4番でございます。じゃあ栗投手ですね、開幕投手、2024年初開幕投手ですね。それでは塾長お願いいたします。はい、でこれは私は疑念があるのは、大瀬良が万全な時に栗ってすぐ決められたかな。ああ、なるほど、うん、これはもう課題は大瀬良選手側にもあるということですか。私はもう新井監督が決めやすかったのは、大瀬良が怪我で使えないから栗一本でよかったかな。ああ、揉めないということですか。ええ、あ、そうですね。結局なんだかんで言って、大瀬良は口には出してないですけれども、投球練習とか手術後のね、練習とか間に合わせ方が、開幕を意識してるかのように早くブルペン入れましたよね。ああ、そうでしたね。やっぱり自分かなと思ってたんでしょうね。あの、自分もそこに入ってるんだろうなっていう、その期待に応えたいなっていうのがあったかのようなんですよ、うん。まあ、いかにも大瀬良投手らしいあれですね、こう考え方ですね、はい。でもまあ当然その中4日とかね、中5日とか、やっぱり、まあ、今回のカープの投手陣容を見ても、うん、やっぱり中4日、中5日、まあ、特に中5日の回数が増える可能性があることを考慮して、開幕クリにしたのかなと。やっぱりこのイニング投げられる栗投手の魅力っていうのはね、あれ、まあ、1年間考えたらローテーションの頭あったらいいと言えばいいですよね。あの、もう一つは、森下に中4、中5をコンスタントに任せらんないんですね。はい、そう、手術してますしね。そうですね。で、これはどこでもできないわけですね。そうですね、だから多分去年新井監督が中4の栗を指名しましたよね。そうですね、8月9月ぐらいですかね、はい、ました。で、はい、これを見た時に、あ、これは指名するのに、開幕っていう指名するのにできる人も選択肢に入れたかな。なるほどね。これそのピッピッチャーとしての質というんですかね、その投球の素質そのものも大事ですけども、まあ、タフなピッチャーっていうのも一つのエースだったりするじゃないですか、一年間の時。新井監督がその世代の監督、まだ監督だってことです。そうですよね。そうですね。だから、技能があるとかね。勝率がいいとか、うん、はい、あの、まあ、1試合あたりの失点率みたいな、あの、うん、勝てる可能性の素養があるのは、どこだ、うん、森下の方が栗よりあったりするんですね。栗が崩れるときって、7、8点取られちゃいます。そうですね。はい。そのリスクはあるんですね。あの、うん、そこをリスクという考え方もあるわけですね。うん、そうですね。ところが、新井監督が痛感したのは、7、8、9に、困ったら栗を中4、中5で平気で使える安心感の責任感っていう面では、要は、開幕投手は責任感。うん、シーズンを通して、はい、そうですね。うん、そうでしょうね。これを大瀬良にはもう任せられないんです、ね。うん。それもたまに投げる時の質を求める感じですか、大瀬良投手には。そうですね。うん。
ジョーの方はアステラにギアチェンジを求めるんだと思うんです。そうですね。でジョーの方は栗投手で印象してくださいと、まあ、やってもらうものは栗ですと、だからあなたは開幕投手なんですと、うん、そうですね、だから責任持ってやってもらっていいんですと。もう大瀬良ではこう、まあ、2024年は大瀬良ではないので。そうですね、やっぱり、まあ、あの解説の、はい、ね、必ず出てきますよね、今年開幕した人だから、はい、そうですね、うん、去年もやっぱり2023年両リーグ最多の 174.1 イニングなんですよね、栗投手って。でここを超えて180とか目標出してるんですけども、まあ そこで何点取られるかっていうのもあるけど、結局イニングをどれだけ消費するかっていうのも結構重要だったりすると、あの結局失点数が少なきゃイニングは伸びるんで。そうですね、これは比例する話、はい、あと怪我しないことですかね。そうは言ってもといいところですかね。そうですね、だから栗投手が心配なのは今怪我も何にもしてないことに自信過剰になることですよね。年齢が上がってますの で、ケアは必要だと思うし、もし問題があれば首脳陣にちゃんと伝えて、ローテーションの1回飛ばしは大瀬良投手もやってるわけなので、開幕投手だから無理にローテーションを守る必要がないことを首脳陣も言うべきだと思うんですね。先日あの野村健次郎元、まあ、カープのね監督ショートの野村健次郎選手があの YouTube の野村健チャンネルっていうのをやっていて、そこで出演したんですね、栗投手が。はい。で、今年の目標は、まあ、これはまあ、そして YouTube ということと、野村健次郎か、元監督がですね、載せたんで言ったのかどうかわからないんですけど、200投球回と45歳までの現役が目標なんですと。多分可能性はなくはないなと。45歳っていうのは現実的に栗投手が頭に描いてると思うんですね。で200イニングっていうのは、はい、これはあの自分が、ここまで投げれれば、まあ、大野笹岡投手等々がいますので、まあ、川口投手とかね、はい、いますので、それは、あの、いや、私はそこまで投げるように、要は、投げれる結果が出したいですという方。で、200回投球だと、日本だと2018年の菅野智之投手。それからカープでは2015年の前田健太投手ですね。ここぐらいは坂本もないとカープではいないんですけども、まあ180イニングでも投げていただいたら助かるでしょうね。そうですね。あの、多分ね、栗投手が200イニングって言ったのは、うん、今シーズン失点が多くて降板した試合を除けば届くかなと思ってる節があるんですね。あと1イニングぐらい増やせば多分100、200いくかもしれないですね。だから栗投手にしてみたら、あの思った以上に大瀬良以上に完投できてない。ああそうなんですよ、完投能力がそんなないですよね。あの結果出してるし馬力もあるんですけど、まあ当然この後ろに、まあ島内とか、まあ当然クールの試合が勝てそうなら勝ちに行きたいので、まあ降板してもらって、まあ島内矢崎、まあ後半でいうと森林等々がいたので、そこまで、そこまで、まあ、クリが相手もことも含めると、大瀬良の場合は、結局、失点数が多くて、負け試合になるから降板してる
ケースもおっすらもある。そうですね。ですが、はい、栗の場合は結局まだ投げれるんだけど接戦1点リードだから島内交代ってケースも、うん、そうなんですよね。去年はさすがに、はい、去年はさすがに怪我してしまったんで大瀬良投手ですね。完投勝利はゼロだったんですけども、それでもその前の年3とか2019年6だ、通算で19してるんですよね。そうなんですよ、はい。で一方で栗投手と、はい、こちらやっぱり完投9しかないんで、もう倍ぐらい違うところですね。そうなんですよね。だ結局最後の、もう1イニングをベンチに任せてもらえてないんですね。そうですよね。まあ結果で見ると、はい、そうですよね。プラス20イニングあればいいわけですから。そうですね。要は先発してるプラス1イニングがプラスされてれば、不可能な数字ではない、はい、そうです。ちょうどですね、面白いことに去年26先発なんですよね、はい。で投球回数が174ですから、全部1イニングずつ足していけば、まあ、もちろん完投した投手試合もあるんで去年はあれですけど、ほぼ180いくわけで、あ、200いくわけで、そうですね、無理やすじゃないんですよね。無理ではないんですね。だから栗はそこは分かってると思うんですね。だから、多分栗がベンチで、さあと1イニングいけますと思いながらベンチに交代って言われてる試合数が7割くらいある可能性がある。結構多いんでしょうね。はい、そうですよね。ただ1点差2点差のゲームも栗が多くて、当然次に島内や、まあ当然飛躍ね、栗林がおかしくなったとはいえ、はい、飛躍した矢崎がいたら、今の俺より後ろの2人がいいよねと思って、まあ交代かって思っていったんでしょうけど、監督的にはそうなりますね。ただでも栗がベンチで見てたら大瀬良さんは投げさせてましたよね、は見てたはずなんで。そうですね、まあ、去年以外はね、一昨年ぐらいはそうですよね。投げさせてましたからね。結果それで、まあ、中日戦が8回に3点取られて負けたり、今年ぐらいもそうですけど、結局大瀬良も1イニング余分に投げさせて負けてるゲームは持ってるんですよね、大瀬良の方が。もしもまあそれなりの勝利数とそれなりの防御率勝ち星でですね、クイートチが200人今年投げたとしたら、これすごいですね。久しぶりですね。これは久しぶりだしすごいと思うんで、でこれは、多分、クリが思ってるのは森下床田にアピールしてる面もあると思うんですね。あ、要は今回自分が大瀬良の離脱、まあ多分離脱で見ていいと私は思ってるんですが、自分が開幕投手になりましたと、で、はい、次開幕投手候補で任せられるっていうのはこういう投手なんだよ、だからやらないと森下も床田も開幕投手候補っていうのは考えない方がいいよっていう逆のイメージもあるね。なるほど、なるほどね。ここまで投げましょうよと。そうでしょうね。ベンチにあと1イニング本当は島内なんだけど、いや先発をしてあなたエースだから投げてくれと、その代わりベンチは心中しますと思われる先発じゃないと開幕って任せてもらえないんだよってことを私は大瀬良を見てると思うんですよ。なんで続投なのってケースも、大
セラーの方が多い。そうですね。はい。イメージ。なんでも、まあ、勝利の方確かあるべきやし、あった方がいいんですけど、まあ、それはそれであれですね、こう、どんどんピッチャー変えてしまうと、結局、複数年、来年、再来年とかと潰れてしまうことも、やっぱり、完投してほしいですね。あの、阪神も他のチームもそうですけど、3年から4年で、その勝利の方程式リリーフ陣いないんですよ。そうですよね。それやったと。ないですよね。それかわいそうじゃん、リリーフがってだけなんですよ。そうですよね。その代わり先発の方がなんで40までやってんの？要は40以上の投手たちって、山本昌とか工藤、大野、笹岡さんだったり、川口さんだったり、まあ何人かいますよね。山田久志さんだったり、まあ、まあ40まで行ってないにしても、要は、現役20年以上だったり40、まあ、39、40近くまでやってる人が、私から見て、ね、大魔神佐々木と高津以外ほぼ全員先発しかやってないですからね。そうですよね、まあ、もしくはリリーフがたまにやってるっていうぐらいの以外の人はほぼリリーフは35までにそうですね。現役辞めてますし、その辞めるまでの2、3年はほぼ一軍にいなかったり。そうですね。現実はしてる。あ、活躍ね。あの、要は何、敗戦勝利だったり。要は力はあるから一軍にはいるけど、その勝利の方程式だから勝ちゲームの枠にいないんですよ、そのリリーフの人たち。もうそうですよ、本当に今瀬投手ぐらいですか、結構年前投げられたってのは。でも晩年は結構きつかったですもんね。いやー、きつかったでしょ。もう晩年の佐々木岩瀬は、はい、見る影はなかった。そうですよね。ですからね、38号の時は、そうですよね。あとはリリーフはやってますよ、大野さん。リリーフはやってないとは言いませんけれども、うん、年数の8割は先発なんそうですよね、ですね。そうなんですよね。だから横山隆二さんもリリーフ先発しながら結局リリーフ転向で引退早い、うん、うん、そうですね、カーブで行ったって。はい、そうですね。だからそのいない現実があるのは、このリリーフの酷使の問題はもうそれは現実化してるので、そうですね、先発がそこはあのケアしないといけない。はい、そうですね。ことを栗が分かってる。なぜなら栗が中継ぎから先発に上がった人だから。そうですよね。はい、じゃあそんなところで、じゃあ今年は結構栗投手です。まあ開幕でね、あれですけども、かなりこう、あの多分ね、時期としてあの1イニング、はい、この回私投げさせてくださいって、意図的にベンチに、あの、直訴をする試合が多くなると思う。それが周り巡って、島内投手が、例えば柳投手とか栗林投手の負担が減っていくと。減ってくるし、これが森下とか床だとか、まあ当然、玉村、遠藤と、まあ当然、外国人はちょっと別なんですけれども、まあ先発候補と言われる人たちに波及してくると思うんですね。あ、これは塾長から見ていいことですか？いいですよね。そうですよね。大瀬良は、あの、黙っててもやると任せられてたので、言う必要はなかったと思うね。時期としてなくても、結局自分任せられて次のイニングマウンドにいますので。はい、わかりました。ここが今年のちょっと
振り投手楽しみですね。多分だから YouTube でも200イニングって言って、これはベンチの新井監督、まあ当然野村健次郎さんの YouTube だ何台だと、新井監督にだから去年のイニング数を見てプラス1イニングくださいって言ってるようなもんなんで、そうですね、はい、現実的な数字なんですよね、はい、現実的なので、去年私のことを考えて降板させてんだったらそれはなしにしてくださいっていう、私は新井監督にアピールしたコメントかなと。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。